どうもおはようからこんばんは、殿でござる。ブルーアーカイブやっていきましょう。というわけで、総力戦のベータ版が始まっております。皆様進捗はいかがでしょうか。私の方はね、いろいろ編成も見直してて、まあ、ベリーハードは2発でクリアできるようになりました。安定してね、そんな感じでできるようになってて、で、あといろんな生徒たちの育成もしておりまして、結構ね、メモリアルロビーも開放できたんですよ。まあ、このハレちゃんとか、あとはののみちゃんかな、おっぱいいいですよね。プルンプルンしているからな。とかね、まあ、いろいろありまして、ガチャもちょいちょいやってて、前回撮った時って、まあ、日曜日ぐらいだったんで、あんまり日にちは経っていないんですけれども、それからもいろいろね、私、この校長先生自身もレベルは42になりまして、生徒だってね、あれから、マキとか、いろいろね、取れたんですよ。けれども、この辺の肝心のある様が来ないというのが結構きつくて、ついこの前引いたのが響きでして、この左のレベル23、まだ育てている途中なんですけれども、迫撃砲とか、アリーナをやっていると、結構ね、食らってて、痛いなって思うんで、私もね、育成して、加えてみたいんですよ。けれども、今はね、ヒナとか取れたり、あとは今回の、総力戦では、マキとか、で、あとは、ネルとか、この辺が結構強いみたいなんで、今回ね、この辺育成してて、レベルは40代まで上げております。とまあそんなこんなでお仕事の方ですけれどもね、まずはこの戦術対抗戦、この私の順位見てください。230位まで上昇しました。前日曜日取った時は500位台だったと思うんですよ。それから230までね、今朝上げまして、さてそっからどこまで落ちるか報酬くれるのが多分昼午後1時か2時ぐらいだった気がするんですけれども、そこまで維持することができれば、この戦術対抗戦のポイントっていうのかな、それが結構もらえるとは思います。もうここら辺まで来ているとやっぱりレベル40代かな、そこら辺から結構大変だとは思うんですよね。あとは編成とか、確かにね、今出ている回復薬の子とかコストが安いんですよ。そこら辺使いやすいかなって思うんで、その子のレベルも上げていきたいなといろいろ考えております。編成の方はね、ちょっとバラしてしまうんですけど編成はね、まあ、こんな感じにしています。ゆうかちゃんとつばきちゃんと、まあ、そこの2枚立てにしまして、あとはやっぱりね、星5まで上げているから白子は加えたいんですよ。あとはスキルコスト7もありますけれども、発動したら1人2人はもう投げ払ってくれるヒナを加えております。あとは単体で火力が出せる真っ白で、回復役にあやね、範囲ですからね、確かそこら辺結構助かると思うんで、そんな感じでやってはおります。とまあ今回お送りするのは総力戦ランキングね、低いでしょう。だいぶ低いんですよ。ベリーハード2発でいけるのに、かなり低いのがちょっと腑に落ちない。個人戦230位なのにな、なかなか不甲斐ない結果にはなっているんですよね。まあ、ノーマルやって、ハードをやってて、で、私の端末の関係上ね、落ちるんですよ。ゲームアプリ自体が。落ちてしまうと、ベリーハード挑んでいても、例えば第一部隊出して落ちるでしょ、で再開するでしょ、 HP って全然削れていないのに第一部隊が出せなくてダメだったっていうのがちょいちょいあったんですよ。今回どうだろうね、一回区切った方がいいかもしれないっていう予感もあるんですけれども、まあこれね、今回取ってて落ちたらまた2戦目を取り直すつもりではいるんで、とりあえずは今回第1戦目としまして、ベリーハードで今回撮っていこうと思います。じゃあ入場。編成についてはやっぱり貫通持ちでないといけないんで、フィーナがね、かけらがあんまり足らなくて他の子にも費やしてて、あ、でもね、マキはね星4にした、そういうところもやっていたんで、なかなか星3にすると
移動していないと攻撃速度上昇だったっけ、そういうスキルとかあったりするんで、フィーナは星3の方がいいんですがね。あとは、まあ攻撃バフとか、スキルを使わなくても全体の攻撃力を上げることができるコタマで、回復役にアヤネ。で、2発でいけるんで、第2部隊に関しても、こっちも、まあ、前線で戦うのはもちろん貫通持ちのこの4人。ネルとかね、かなりね、強いんですよ。まあ、そんなこんなで、まずは第1部隊を出しましょう。いや、もうちょいベリーハードを早めに挑んで、ちゃんと対策も取ってやっていれば、もうちょいね、順位は上がったと思いたい。なかなか不甲斐ない結果ではありますけれども、ひとまずは、行きましょう。ビナーだったっけな。一応ね、最初だからカットはしないでおく。じゃあ行きましょう。スピードはあえて通常で行こうか。配置によってビナーの攻撃が当たる場所とかはあるんで、そこはなんとか盾役に守ってもらいながら、あとは貫通属性で攻撃を与えていく。うまくいけば半分以上は削れれるかな。さあ攻撃力上昇。まだね、育成が足りてない部分もあるんですよ。さすがにね、私でもワンパンは無理だな。さあどんどんダメージを与えていきましょう。今回はまだベータ版なんで、どれだけ成果を上げようともみんなの結果は変わらない。覚悟した方がいいですよ。今のうちにどんどんね、対策を取って、それに合わせた編成をしていって、いざ本戦が始まった時に、対応できるようにしないと。で、回復もしておかないと。おっと、ののみちゃんが外れた。よし、で回復スキルが発動した。じゃあどんどんダメージを与えていって、攻撃力上昇もいいがな、ダメージも与えていきたい。ある程度減らすと第2ラウンドに移行するんで、そこまででどれだけみんなが持ってくれるか。回復もしておこうか、ちょっと心配だな。もうちょいスピード上げよう。22位ぐらいまであったんで、13まで減らして第2ラウンド。さあみんな移動移動。なんか可愛いですよね、動きがね、やっぱり細かいんですよ、スキルとか。おっと、そこに来るか。引きつけることもできるが、あ、ピヨった。じゃあここで一気にダメージを与えていきましょう。攻撃力も上げたいし、そろそろ全体攻撃来そうだから、じゃあ回復で、時間は残り25秒。じゃあここからも火力ガンガンに振っていって大丈夫そうだ。 HP は持つでしょう。で、半分以上減らせれているから、まあ第1ラウンドに関してはこんなものでいいかなと。3、2、1で残り9か。調子よかったら8まではいけるんですよ。ひとまずは昨日ぐらいからベリーハードは2発で安定するようにはなりました。それで果たして強いと言えるのかどうかわからない。その後とかどうなんだろうね、ハードコアだっけ。じゃあこっちに行きましょう。ネルがもう主力だからな、そこでどんどん削っていきましょう。見た目的にはそこまで好みじゃないんですよね。ふざけてんのか。けれどもセリフがね、かっこいいんですよ。ご主人様の邪魔者を排除する。で、あと8。やはりちょいちょい痛いかな。攻撃します。
銃とか重いのにみんなよく持てるなそこら辺突っ込むのは野暮か。で一応ねペロロ様でも相手の攻撃を引きつけることはできますとか聞いた最終ラウンドペロロ様意味なかったな。ネルだいぶ移動したな。で、あと5か、もうちょいだ。ただ全体攻撃多分そろそろ来ると思うんでそこら辺も気をつけないといけない。相変わらず回復が下手くそという全体攻撃が来る。なんとか耐えられたな。コスト2で回せるのは助かる。じゃあ真っ白も行きましょう。ネルの攻撃がねメインなんですよ。あでダウンした。対人戦だとねネル使ってみたら全然攻撃が当たらないんでこういう的のでかい敵ぐらいしかなんだろう有効的とは思えないな。耐えられるはずだ。でもう一息。じゃあ畳みかけますか。ゴミは掃除しなきゃな。ふうでかいゴミ掃除ではあったが勝利。これでランキングポイント2万ちょいで、ちょっと上がった。このランキングポイントって何なんだろう。総合的なポイントでの順位なのか一戦における順位なのかちょっとそこら辺よく分かんない。最初ね初日かな私ね4万人ぐらいまで下がってしまっててかなりねびっくりしたんですよ。で総合ランキングポイントは獲得。これ美味しいですよね。まあそんな感じでやってはおります。まあベータ版が終わってから近いうちに本戦があるかもしれませんし、まあ、そこまででまあだいたい容量をつかんで貫通属性持ちの子をどんどん育成してでかけらも集めてどんどんね突破させてワンパン目標はワンパンだな。ベリーハードそこまでいければいいかなとまだまだ先は遠いな。じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。